ごきげんよう、高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。高齢者のモチベーションを上げて光り輝く高齢者になるための情報を発信しているところであります。今日は2024年5月5日日曜日の子供の日です。今日はドジャース対ブレーブスの一戦をお送りしたいと思います。今日は我らの大谷翔平は2番 DH でスタメンで登場です。なんと今日は大谷はですね、第2打席目の3回無視からワンストライクの次内角高めの直球ストレートカーン打ちました。いい音しましたね。もうライトスタンドへ一直線行きました。8号ホームラン、ついに出ました。ついに ドジャースで、日本の選手がドジャースの中で、最多ホームラン記録をついに更新しました。ロバーツ監督の日本人として、ドジャースで7本というのがですね、今までの記録でしたが、大谷翔平は今並んでおりました。今日8号ホームランでその日本記録を、ドジャースの日本記録出身で、ドジャースの日本出身選手が今日で最多本塁打を大谷翔平が更新しました。ホームラン8号ホームラン打った後ベンチに帰ってロバーツ監督とハイタッチ、そしてあとは応援をしましたね。いやー、記録を更新した、いい8号でしたね。ロバーツ監督もにっこり笑う、大谷翔平もぐわっとこぼれるような笑みでホームへ帰ってきましたね。いやー、やってくれました。今日待ちに待った大谷ですね、なんと6試合ぶりでしたね。いやー、そして、今日大谷翔平はなんと5打数3安打2打点やりましたね。そして打率も3割4分5厘になりました。いやー、今年この5試合目の1試合3安打です。いやー、鯉のぼりが登るときは、5月の鯉のぼりの時期はカープもぐっと登るかと思ったら、大谷翔平が鯉の滝のぼりとなってまいりました。いやー、そして今日はなんとですね、大谷翔平の活躍もありまして、ドジャースが11対2でブレーブスを破って2連勝。いやー、ドジャースのこの勢いというか、大谷翔平の打撃のこう凄さといいますかね、乗ってきましたね、ドジャースがね。これで、ドジャースが11対2でブレーブスを、ね、大差で破りました。いやー、今本当にドジャースが乗ってまいりました。大谷翔平も乗ってまいりました。8号ですね。やっぱり大谷翔平はホームラン打つとモチベーションがカーッと上がりますね。もちろんヒットも打って打率を上げていくのも嬉しいんですがね、いや、なんといっても大谷翔平はやっぱりホームランのあのカーンというすごい音とクッと距離が伸びる大谷翔平のホームラン、いやー、8号ついにやってくれました。いやー、今日は久しぶりのホームラン、スカッとしましたね。また明日、大谷翔平また明日も仕上がりますがね、またこの勢いに乗ってホームランを大量生産、トントントン、カンカンカンと打ってほしいものであります。今日は大谷翔平ホームランおめでとう。そしてドジャースの中で日本選手が最多のホームラン記録をついに大谷翔平が更新しました、破りました。それが、そうですね、言われてみると8号のホームランが、記録も
奈良でロバーツ監督と並んでいたわけですが、それが破って8本となったんですね。いや8本は、無限大、横にすると無限大、渡辺翔平の力が無限大に伸びていくということかもわかりません。とにかく今日は渡辺翔平ありがとう。